二段窓がアルミ差し化された702から6連半球700系電車は、軽阪新急高電鉄半球電鉄が、かつて保有していた通勤型電車である。新軽阪専用で戦後発の新造車として、1948年に、何和後期にて、電動車7 0 0系7 0 1から705と、制御車7 5 0系7 5 1から755の、 計重量が製造された。春工時は MCTC の2両固定編成であった。車体は半構成で完全上昇式の二段上昇窓を備え、1947年に運輸省が制定した規格型電車設計案の A 型に準拠しており、同時期に製造された宝塚専用550系の京都線仕様に相当する。車体寸法は、 最大長 17,608mm、最大幅 2,892mm で、当時神経阪線の主力車であった P-6 こと100型よりもやや短いが、車体幅が 22mm 広い。伝送品は神経阪線の伝統に倣い東洋、電気製造性が採用されたが、台車はク桑金属工業製中高台車の KS-33L を装着した。 主電動機は吊り掛け式の TDK-553A を 700K の拡大車に2機ずつ合計4機制御機は電動カム軸式の ES-551A を搭載したが後に追加で伝送されたグループのうち707から710は制御機について P-6 用予備の同じく電動カム軸式制御機である ES-504A を搭載した また、ブレーキは、営動ベ弁による、アマーカ自動空気ブレーキを採用した。700系の自重が38トンから41トンと、比較的重いにもかかわらず、各種電動機の定格出力が低く、高速運転が必要とされる本線では、性能的に厳しかったため、もっぱら、千里山線で運用された。1952年10月、751が、 東洋電気製造制、カルダン駆動装置の試験者として伝送された。これは751の装着する2台の KS-33L 台車それぞれに、WN ドライブと中空軸平行、カルダンの2種の駆動装置を装着し、同一のギア比と同一の主電動機で、比較試験が実施され、少し遅れて、 直角カルダンと WN ドライブ装備で製造された、新方線610系620.630と、共に、以後の1000番台高性能車の開発に、貴重な運用データを提供した。なお、この751に限っては制御機として P-6 の更新時に導入された電動化無軸式、制御機である ES、ES-553A と同型の ES-553。 B が搭載されている。千里山線の乗客増加に対応すべく、1956年から1957年にかけて750系752から755も、伝送の上、先にカルダン駆動式で伝送されていた751と、共に706から710として700型に編入された。これにより、 新京阪線時代の1943年に製造された京阪線2 0 0型と類似した阪流線型スタイルの制御車1300型を付随車化改造の上新たに750型として中間に組み込み三両編成化が実現された。一方、706のカルダン駆動装置は1971年に撤去され TC 化された。 保存されている701の側面千里線が長編成化されると700型は最長6両編成となり1970年の大阪万国博覧会の観客輸送では準急列車としても使用された一方半端となる3両編成一本は長らく嵐山線で運用されたその後もしばらく千里線と嵐山線で使用されたが 老朽化と冷房化推進等の事情により、1975年から廃車が始まり、翌1976年6月に全廃となった。なお、701の側面の一部のみ残されており、電車間で長らく展示の後、現在は小弱工場内の阪急ミュージアムで保管されている。ABCDEFG 山口マスを阪急電車93ページ。なお、 1> 翌1 9 4九年に、京阪電気鉄道として分離されることになる、京阪線向けとして製造された千三百系も、A 型準拠で設計されており、両車の車体設計には、共通点が多い。端子電圧七百五十ボルト時定格出力百十キロワット P-6 こと100系の主電動機は、本形式と、比較して、格段に、大出力設計であり、 非力な本形式の本線運用は、運用上障害となりかねなかった。700K 本来の TDK-551A のギア比が3.244であったのに対し、本社の主電動機のギア比は、軽量、高回転型というカルダンモーターの特性から4.87に設定されていた。型番負傷。端子電圧 675V 時定格出力 75kW。 当時すでに710系が登場していたが、710系でない7 1十号車が存在していたことになる。当初の形式は300型で制御電動車として計画されたが、折からの資材難のため両運転台の制御車として、竣工した。京阪新急行電鉄成立時に、新方線300型との競合を避けるべく線300型に解消された。改造内容は、 運転台機器の撤去、反流線型だったつまめんの切りづまか、乗務員扉の撤去など、ありがとうございます。